9月21日、阿蘇市役所前で阿蘇市交通安全運動出発式が行われました。この出発式は9月21日から9月30日までの秋の全国交通安全運動期間中の交通安全運動強化に伴い行われたもので、式典の中で有料運転者など市民への表彰式も合わせて行われました。86の最高齢でございます坂本武様に授与お願いいたします。所長さんをはじめこんなにたくさんの式でありますけれども、このような趣向であるというのは初めての試みであります。交通安全運動という、式には阿蘇中央幼稚園の園児たちも参加し、園児たちが折った交通安全を祈願した千羽鶴の贈呈も行われました。僕たちも交通ルールを守り事故に遭わないようにします。みんなの安全を願って千羽鶴を折りました。これからもお仕事頑張ってください。Thank you.